はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、強化太平楽、今回は投手で、はるかちゃんを使っていきたいと思います。で、はるかちゃんは投手の場合、金徳が、本塁打厳禁かハイスピンジャイロ、両方とも確定ですね。で、しかも骸骨もね、はるかちゃん自身が、くれたと思うので、そこもかなり使いやすいですね。で、あとはどういう編成なんだっけ、ちょっと精神を稼ぎたくてマグロくんと三田村くんを入れてますと。で、変化球はこの3人にお任せする感じか。で、この編成だとね、前にこの2人が前で、この4人が、後イベなので、前にあと4ではあるんですけれども、まあはるかちゃんもね、別にイベント数が多いキャラではないので、まあ大丈夫だと思います。他にイベントが特段多いキャラはいないので、まあ大丈夫でしょう。じゃあ早速コツがあるのでコツを踏んでいきたいけど、2人いるね。メンタル、あ、虹谷か、三田村くんか。これはまあ普通にこっちでいこう。ダッツさん、ありがたい。で、はるかちゃんは自己紹介で回復をしてくれるので、まあ、そこら辺もちょっと考えつつ、監督はね、ちょっと評価を最初の段階で上げられるときに上げておきたい。まあ、監督単品というのはね、さすがにもったいないけど、誰かと一緒にいれば、まあ、監督も考慮しつつ、こことかね、結構いいと思うんだけど、ここにしよう。おお、追加がなかった。ここではるかちゃんが来てくれたら嬉しかったんだけど、まあ、次はメンタルかな。寝るのは多分ちょっともったいない気がする。はるかちゃーん、来た。よし、36も回復するからね、これはちょっと生かしたいよね、やっぱり。はるかちゃんか、ここか、超悩むけど、ちょっと待って、もうはるかちゃん最優先。これはブレずに行こう。まずははるかちゃん最優先。で、コツ、はるかちゃん最優先、もうブレない。まずはるかちゃん乗っける。これは経験点だよね、もはやわからん。一番上でいいやん。技術回復しておくか。少し体力がもったいない気がするけど、虹谷、はるかちゃんがいない、虹谷だな。ダッツさんは5でもいい。ただキレは欲しいんだよね。まあこれでダッツさんは大丈夫。おお、早いね、さすが。安心安心、任せてくれ。はるかちゃんの評価は上げていこう。おお、虹谷、ちょっと虹谷はマジでコツが欲しいから。もうはるかちゃんはね大丈夫。野球センス、もう絶対無理だけど、これ絶対無理だけど。おお、不眠症になってしまったなってこった。三田村くんのコツがある。ラブパワーではるかちゃんから不眠症を直してもらいたいけど、敏症もね稼いでおきたいからね、やれるときにやっておきたい。まあいいや。うん、練習か。デートが、うおー、できるけど寝よう。一応見る。無理やるたら無理だ。持って持って、せめて持って持ってになりたい。やったー、おーいここで敏捷ポイント上がるんだよね。ちょ、もう一回だけ休む。無理か。持続する気力。はるかちゃん、三田村くん、まあ三田村くんだよね。低め、効かない。どっちにする。2対3か。監督派でね、デートするとね、なんか怒られちゃうんだよね。こっちにしよう、反監督派。
何回か強化太平楽来てるけど、まだ第1次強化太平楽だよね、どう考えても。これがね、しぐれちゃんが経験点くれれば嬉しいんだけど、忍者にこつくれくんない。一緒に食べる。コツがあるね、監督がいるね。まあなるみくんは特にもう欲しいコツがね、カチュウ。そういやあったな、そんな全然潰してなかったわ。ちょっと無理だね、これはちょっと無理だね。一回デートしよう。不眠症どうするかだよな。マジでやることがないとき不眠症、病院で治すか。アグレッシブはるか、これも安定で業者さんに頼みましょう。神楽坂くんの金徳キレはもうコツは掴んだんだっけ、あれ掴んでないっけ。脱散はもう完全に掴んだんだけど、あっキレ掴んであるか。臨床ポイント節約のために、監督練習の方だけど、ここはいやー天木が邪魔だな。マグロがまだ乗ってないのか、どうする。監督ちょっと一回あげとこう。学級ポイント50、よし OK。 これは下だな、回復するよね。うん、するするする。監督がいる。筋力ポイント OK。 スタミナを伸ばそうでいいかな。よし、最近ちょっと不眠症が発動してない。三田村くんのコツだね、低めは取っちゃっていいか。綺麗、取っとこうっていうか、そのまだ置いておこう。クイック、んー、これ何がいい、変化球だね。ここで体力が減って12月の3周どうする。 OK。 回復するのもな、なんだからな。病院行こう、治ってくれ。よし、あれ、はるかちゃんはあんまり回復しないんだっけ。そうだよね、まあでも最大値が上がるのか。ここでね、逃げ玉取れるんですよね。反監督家がいっぱいいるな。神楽坂くんになるかあれになるか分かんないけど、ちょっともう切れ取っちゃおう。じゃあリリース、脱散、カチューンで、西谷からコンコツが欲しいんだよね。神楽坂くんか、まあしょうがない。先手必奪か内角か、先手必奪にしとこう。まあどっちでもいいんだけどね。野球が上手くなりたい。はるかちゃんの評価すっげえ上がるな。いやこれほんと強いわ。はるかちゃんマジで強え。なるみあと何あんだっけ。キレ取ったし、牽制しかないよね。もう別にあんまりコツを追わなくてもいいような気もしてきた。これ励ます。あれ、青コツって今何回踏んでる。大して踏んでない気がするな。これはこれでやりたいよね、だって普通に美味しいもん。逃げ玉、よし、逃げ玉はもう掴んじゃおう。おお、好みね。まあ俺はやっぱり鴨川さんだね。いや普通に俺しぐれちゃんは好き。浦賀の評価とかどうでもいい。誰だ、成美か。成美はいいや。で1人、でも4人いるのか。反監督派練習に1月3週、今何回青コツ掴んだか覚えてない。
まあいいや、ちょっと回復しよう。で変化球と、これでねポイントが上がってくれれば全然いいんだけどな。これはなんだっけ、そう調子安定を取りたい。これ何がいいんだ、チームメイト評価が上がるのか。1月2月の1週からまた変わるんだよね。あ、全然足んなかったわ。うん、監督課に行こう。これはちょっと監督課に行こう。まあ別に移ってなんだっけ気分屋になったとしてもいいし、コントロールを上げたいけど、まずはそうだね、どういうあれにするか。まあフォークでシュート覚えようで、青骨がある、誰にする、新次谷だな。コンコ作れ。おい、経験点ばっかだな。でこれはストレートだよね。神楽坂くんから驚異の切れ味はもらってるんで、でバレンタイン、なんかよくわかんない、淡白なバレンタインだったな。青骨、しかもいっぱいいる、いっぱいっていうか2人だけどさ。こいつもコツをくんないか。でこれはまあ普通にやめておこう。で青骨、ここがいけるね、まあ、一般人だからちょっと守備練やっとこう。臨床ポイントめっちゃくれたしありがたい。まあ1回くらいあれか、監督評価下がってもいいからお出かけしてみましょう。ん、これは何がいいんだ、ちょっとお待ちを。一応はるかちゃんのイベントは開いてあるんで、デート2回目、エスカレーターで行こう。低めのコツがもらえるね。もう低め取っちゃったしな。階段で根性コツか。これは休憩。OK。ありがたい。誰だ？どっちだ？一般人。欲しい。とにかく虹谷。あれ、虹谷さっき来なかったっけ、こっちに。よし、ここと掴んだ。どうだ、おお、いいね。いい顔してるぜ、虹谷。先発、珍しい。ここで先発取れるの珍しいね。しかし、コンピューターにお任せをする。うわ、あふれる、あふれる。待って、あふれる。コントロールちょっと D までにしておこう。スタミナも上げたいからね。 C まで、いや B も、マグロのあれがあるかな。球速どこまで上げられる、145までしとこう。で変化球はシュートシュートと、太平楽って別に練習試合勝ってもあんまメリットとかないよね。メカニックスだとね、ロジカルポイントが20もらえるんで、できれば勝ちたいっていうのはあるけど、太平楽は別にっていう感じだからな。監督練習があるか。いや、ただまあ、青骨のメンタルで回復させつつ、青骨回数を増やす。あと何回？ここはマグロのあれがあるけどな。いやー、回復だな。ちょっと回復しよう。まだか、まだか。でここはるかちゃんもいるし、三田村くんもいるし、牽制、よしと根性で、根性は三田村くんが持ってるんだっけ。もう一ちょっと掴んでおきたいね。ここは三田村くんになるのかな、これ。
あダブルタックル、ただ監督がいるね。ただ監督評価はさ、ぶっちゃけ下がっても大丈夫だよね。どうしようかな。見た目なくちょっとこっちもらっとこう。二次弾だったし、どういう基準なんだか分かんねえわ。もう青骨にする意味はないけど、まあ、せっかく監督の練習があるんでここにしとこう。変化球124もくれんので、はるかちゃんはもう完璧だね。三田村くん、あーダブルタックか、 13% か、死んじゃいそうだな。やりたいな、 13% だったら。いや三田村くん根性だな、根性骨が欲しい。触れるかどうかは分かんないけど、逃げ玉、うわ逃げ玉潰しときゃよかった。これは間違えたっていうか完全しくじったね。寝るよう指示をもらってるけど、デートを進める。怒られなかった。でこれは反監督派でいいでしょう。メンタルに人はいる。どうしようかな。メンタル割と精神ポイントあるね。メンタルひたすら青骨狙いたい、ちょっと狙いたい。あーいないか。やることがないね。やることがないからデートしよう。4回目。尻上がり。これ買い食いしない。青骨はもう優先的に行こう。虹谷ちょっと待って、精神あふれるぞこれ。いや打たれ強さ取っちゃおう。こいつはポイントをただめっちゃくれんな。おーいいねいいねいいね。スタミナ、あーこれはスタミナだな。4、まあマグロはねスタミナの上昇ポイントがあんまり高くね。タイピンくれたのはいいな。さばこう、精神をさばこう。これってさ、なんかいい選択肢がないよね。絶対なんか下がるよね。矢部くんの評価とかどうでもいいんだけどさ、下がっても。神楽坂くん、ちょっと待ってちょっと待って、マジでタイピンを2回使うとこ思う。よし、玉持ち。あ、変化球もうねえや。どうしようかな、急速にしよう。おお、ここで炭水化物マジでかい。おお、いいね。何回目青。ちょっと待って、牽制こんだけ敏捷ポイントあればいいんじゃないか。取って脅威の切れ味もう取っちゃおう。牽制も取っちゃおう。クイックが取れるね、うまくいけば。なるみ、うわ来なかったか。あと1回だな、これあと1回だったね。ダブルタック反監督派やろう。体力がなくなる。ここはもうお出かけだな。ちょっと待って、いろいろと溜まってる。先手必殺はもうそのまま取るしかないからね。復活もまあちょっとそのまま取るしかないから、復活重いよねやっぱ1だと。逃げ玉5で俺的にはやっぱ
ジャイロボール欲しいよな。他クイックとかって取れる。あー、いや、ちょっと5にしとこう。5まで待とう。で3球種目、3球種目はどうしようかな。カーブ、まあカーブこれでいこう。球速ちょっと上げられる。150にしとこう。技術が足りてないね。で、はるかちゃん、最後のデートなので、よし乗ろう。で成功でハイスピンジャイロ3、失敗すると1。いいね。いや、この経験ってマジで異常でしょう。いや、まあプラゴをお借りしてるんだけど、これ PSR のプラゴとかさ、さらに強くなるんでしょう。なるみ2回目か。やっぱあと4だからな、そこが厳しいよな。でここはピンちゃんでいこう。ど根性とかいいかな。なんかもう1で取っちゃって228か。それなりにかかるね。精神余ってるといえば余ってるね。取っちゃおう。いや、はるかちゃんマジでいいわ。まあ俺はちょっと引けなかったけど、なんでいきなり出番が回ってくるんだ。おい、危ね危ね、ビビった。裏側はね、何気に能力高い。パワー B あるっていうのがかなり使いやすい。やる気はちょっとないけど、チャンス持ち。パワーヒッター系はね持ってないんだけど、ミート C のパワー B であれば全然ホームランに持ってけるんで。これさ、どういうピッチングしてんの俺マジでさ。もうバットに触れさせない。バットに触れさせなければ何の問題もない。どうよ、いいとこ投げるね。やっぱタイピングがあると違うね。変化球が全然違う。バットに触れさせてしまった。しかし殿下の暴投フォーク。尻上がりって取ったんだっけ結局。赤原君、チャンス×ではないか君。イベキャラだとチャンス丸持ってんのに。やべ、片桐君とか足が速いんだけど、利用者はせん。いや、今狙えたな。完全に狙えた球だったよ。これわあ、ダメか、抜けた位置を。西野君パワーがないけど足が速い。太平楽はなぜか足が速いぞ。みんなこれ狙ってこう。おお、ダメだ、全身守備が功を奏したな。相手ね、まあいい、抑えればなんということはない。2点もらってるんだ。この2点を大事にいこう。3球で仕留める。危ねえ。ありがとうございます、浦賀さん。3球でいこう。三振男、これも3球でいく。遊び球はいらない、時間の無駄だ。打球伸びなんて思ってんだ。打球伸びが活かせなかったな。寝る、寝よ。
よし、これでなるみくんも OK。 ミスターゼロってさ何使うんだっけ。3でつかめたね。でかいな。精神を使うあれか。ハイスピンジャイロはね、最後にねジャイロプールもらえるんですよ。尻上がりも取っちゃおう。練習練習、変化球。おお、いいね。神楽坂くんいいよね。ここもピンチャンでいこう。1個上げよう。1ランク上げる。で変化球がどうなってんだっけ。カーブだっけ。あとなんかツーシームとか第2変化球じゃなくて第2ストレート欲しいな。で脅威の切れ味も取ったし、あと敏捷ポイントがあるから手応えか。サイがやだ。マジでやだ。ほんと怖えわこいつ。味方に使うときには超怖い。シュートちょっと外に出そう。そこからフォーク。よしよしよし。小平くんかよ。しかも次こいつもやだ。シューメイクか。ほんと嫌なピッチャーが続くな。ピッチャーでバッターが続くな。次は4球目投げました。アウトコース高め、ストレートは外れてもカウントは2ボール2ストライク。今の振ってこなかったか。投げました。打ちました。サードこれは守備。危ねえ。これだから小平くん嫌なんだよ。怖い。よし裏が。ワンアウトランナー1塁3塁という。やはり頼れるべきは裏がだよ。ノーアウトとかさ、もうどういうピッチングしてんだよ。だからこいつ能力的には全然悪くないのにさ、なんでこんなに塁に出るの。藤木くんか。タイミング合いません。2球目ストライク。これで追い込みました。ミスターゼロを失いたくない。とにかくよし OK。 ミスターゼロっていつから発動すんの。ギャー。俺のミスターゼロが。おーいいね。裏がちょっと V スライダーは無理。 V スライダーは本当に打ちづらいから。打った。これはいい当たりだ。いよいよ最終回を迎えました。小平君からか。この回の先頭バッターは小平。投げた。初球決まってストライク。第2球投げた。インコース低めストライク。福崎まずは簡単に追い込んでいます。ボール。カウント1ボール2ストライク。投げた。インロー。よーし、まず1人三振。まずは先頭バッター三振に仕留めました。なんでこいつアベレージヒッターなんて持ってんの。決まったストライク。キレのある変化球。投げました。ストライク。第3球を3球で仕留める。変化球空振り三振。まあ、スタミナはあり余ってるから。さすがに復活持ってるだけあるよ。決まってストライク。まずはど根性。ど根性ってスタミナがなくなってから見送ってストライク。1球1球あれ発動するの。一応ど根性発動してるけどプレート的にはね。アウトロー。空振り三振。お見事。これは三田村くん。もらっとこう。クイック。12パー。1回メンタル挟んどく。うん、寝て練習2回やるか。それにしよう。おい。もうここからお任せする。自分が投げるとね。マジでめった打ちにされるから。でクイック取っちゃおう。安っ。5になるとさすがだな。他は他はまあ特にって感じか。あと試合で経験点貯めて、エピローグで経験点もらって、ハイスピンジャイロ取って、余ったものを振っていこう。お待たせ。
裏が、さすがマジでいい裏が、何事もなく早っこれが一番いいよね。裏がで一発打ってさ、あと何事もなく終わって、最高のパターンだよ。文武はね嫌い、打つ方も嫌いだし投げる方も嫌い。武とかさマジ超強えから、イベキャラでは超弱えのにさ点取られてるわ。片桐君ちょっと足だな、足を生かすしかないから。第1打席はレフトフライに倒れています。初球を打ったヒットになります。よしよし、 OK。 片桐ヒットを放ちました。で俺か、なんとかなんとかつなぐしかないな。投げた、ボール、カウントは2ボール、満塁にしてくれてもいいよ。第3球を投げた、打ちました、ヒット、おお落ちた、やべは狙ってく、バッターはトップに帰って、やべ今日はライトフライとレフトフライ。第2球投げた、ボール、カウントは集中していこう、集中して。第3球を投げた、全然ダメだ。宇宙間へ持っていきました、取りました、これで2アウト。西野君も足系か、投げた、フォークボール見送ってストライク。ここで敗退はしたくないな。投げました、打ちました、フラフラッター、無理か、待ってこい、もう一回、うほほ、ダメだ、2点差がついてんな。ノーアウトランナー3塁という場面で西野、今日はここまで3打数ノーヒット。第2球投げました、打ちました、よし、とりあえず抜けて1点返して、またノーアウト2塁、もろいは普通に打ってこう。西野走ったのか、走ったっぽいなあいつ。第3球を投げました、インローへ変化球外れたボール、これはフォアボールでもいいぞ。投げました、いや打つけどね、けこれでワンアウト、ランナー前進守備だったか、外野前進守備だった、外野前進守備だね。第2球投げた、ボール、カウントワンボールワンストライク、投げた、ボール、外角へ、カウントは完全にへばってるからフォアボールになる可能性もあるけど、裏返しをしないした、さすがよ。バッターは5番今泉、今泉君狙ってくれる、ミート F だと狙えないんだよね、ただやっぱり小さすぎるミート F は。最低でもいいだよな、最低でもいいないと。ここはよく選びました、カウントは2ボール1ストライク、投げた、外れた、ボール、カウントは3ボール1ストライク。第5球投げました、これは入れてくるね、キラコ。第6球を投げました、これはでも外れてフォアボール。左バッターボックスは6番ところ。今日はここまで3打数ノーヒット1三振、初球から打ってた、よーし、点は取れるときに取っておく。今日初めてのヒットになりました、打った流し打ち切れていきます、入ってくる、全然入ってこなかった。低めボール、カウント1ボール1ストライク。第3球を投げました、見送ってボール。ウエストした意味がわからん。次は4球目、満塁策、完全に外れたボール、はっきりしたボール球、カウントは3ボール。でも下位打線だからね、外れてフォアボール。バッターは8番片桐、今日4度目のバッターボックス、投げた、初球引っ張った、絶好調だからね。左に切れていきます、あっと引っ掛けた、こいつと勝負する理由もよくわからん。神楽坂くん、そんなに打撃能力は高くない。第2球投げた、打ちました、わあゲッツーになるか、ホームアウト、一塁送球セーフ、ダブルプレーまで生まれました。お前ならいける、やべえ、初球打ってきた、ヒットになります、タイエラク、この回6点目、やべえ、タイエラク、いや負けたくないからね、取れるだけ取るよ。5打数の2安打、初球打ち引っ張った、ヒット、ボールが点々と転がっている、タイエラク、もういいか、さすがにもういいか、投げた、あっとセーフティーバントだ、アウト、スリーアウト。おお最後なんもないわ、スタミナちょっと直上げしてみる、いくつ上がるかな。だったらでもコントロールやった方がいいよね。でこれもこっちでいいでしょう、少し上げていく、コントロール B だな、
変化球、技術がもうちょっと欲しいね。まあそしたらムービングでも取ろうか。全国の一旦ちょっとハイスピンジャイロ取ってからさ、本当にミスターゼロとかさ、何の役にも立たないよね。第3球を投げた、危ない球。さあ4球目、ボール、カウントは3ボール、ワンストライク。だいぶ荒れてんな。第5球、投げた。一般人アーサーだからだいぶ荒れてんのか。戻れなかったし。裏側狙ってく。ツーアウトランナー三塁という場面で裏、初球出てた。これが裏がよ。点を返しました。裏がタイムリーツーベース。タイエラク、なおもチャンスやつ。マシンで捉えた。ピッチャー返し、抜けた。バッターは6番。一発逆転。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れて。こいつ一発逆転持ってる。サードランナーちらっと見た。初球ストライク。すげえ気をで。投げました。顔の前通過。第4球を一発逆転。打ちました、いい当たり。これはヒットになります。タイエラク、さらに1点を返しました。ツーアウトランナー2塁3塁となりまして、若林、タイエラク、1打ちました。初球ヒット、若林タイムリー。タイエラク、なおもチャンスが続いています。ボール、下位打線だからといって甘く見たな。投げました、アーサー3用膝元へ。カウンター2ボールノーストライク。第3球を投げました。おっ、いった155キロがさ当たったらさ死んじゃうよ本当に。第2球投げた、打った、センターへ持っていった。ヒット、福崎タイムリーヒット。さあそして矢部の時間です。ダメだった。矢部は初戦矢部でしかなかった。すげえ点取られてんだ。8点取られてるわ。ドラ3か。もう先発ばっか出来上がるよね。でこれボール、ボールでジャイロボール。あ、ちなみに一応ご案内だけしとくと、バットでキレ2、グラブで球持ち2、ボールでジャイロボール2ということになってるんで。経験っていくつだった ?8000 いくつだったよね。まあ、それは置いておいて、まずはせっかくなのでハイスピンジャイロを取りましょう。で変化球ポイントがあるから1個変化球上げられるね。シュートって若干安いんだ。215だけどシュートだけ205だ。でもさ、俺的にはなんかムービング取りたいんだよね。ちょっと考えよう。技術が有り余ってるわけではない。あ、これでさらに取れるな。カーブ。フォークにしよう。手応え取れなくなっちゃったけど、まあいいや。対強打者とかさ、ちょうどだね。で、スタミナはやっぱ A にしておきたい。球速152でなんか取れる得の。取れなかったらちょ、ああ投手取ろう。よしよし、これで取れなかったらちょっと一回球速を外して、あ、緊急登板は関係ないか。バント封じ、あ、内角取っとくよ。あ、でバント封じもさらに取れんじゃん。あ、これでいいや、これでいい。でスタミナ上げて、というような感じで、やっぱりね、はるかちゃんは本当に強いと思います。野手でも投手でもどっちでも使える。投手の場合はね、ハイスピンジャイロと本塁打元気両方とも骸骨をくれるので、使いやすいでしょ。で野手の場合は、まあ、基本独身術でいいと思うんで、まあ、独身術もね結構骨散の確率も高いみたいだし、まあ、はるかちゃん自体もね、経験点くれるし、最後に、コツも選べるというところで相当使いやすいキャラだと思います。経験で高いしマジではるかちゃん欲しかったけど、まあ借りれば今のところね、全然他のキャラが揃ってればまあなんとかやってけるんで、まあはるかちゃん持ってる人は、
まあ、お借りして使わせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。まあ、そんな感じで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。